元気者やダイスと申します。今回はニョロボンというポケモンを使ってランクマッチも打っていきます。このニョロボンというとですね、水格闘のね、いかにもなんか腹でかくてなんか強そうなポケモンなんですけれども、このニョロボンですね、今作でちょっと新たに強化されました。というのもですね、スカーレットバイオレット発売されてから、すぐの時にザングースっていうポケモン、皆さん覚えてますでしょうか。ザングースがちょっとね、話題になったと思うんですけども、その際に腹太鼓してバトンタッチすればめちゃくちゃ強いみたいなね、非常に流行ったんですけれども、なんとニョロボンもですね、今作で腹太鼓バトンが使えるようになりました。腹太鼓はね、もともとあるんですけど、バトンタッチを覚えて、このニョロボンの腹太鼓バトンというのがめちゃくちゃ強いんですね。なぜならザングースが腹太鼓バトン流行らなかった理由っていうのは、話題になりすぎて読まれやすかったっていうのと、ザングース自体に耐久力がなくてね、腹太鼓積んでる間にやられちゃうみたいな、そういったところがあったんですけども、ニョロボンというとね、耐久がもうすでにもう非常に高いので、腹太鼓しても一発耐えますと。でさらにアンコールという技も覚えるので、これなんか変なね、変化技を打ってくるやつはこれアンコールで縛りながら自分で腹太鼓そしてバトンタッチを打っていけるっていうのが強いかなと思います。さらに素早さをね、が絶妙なので、もう下げることによって実数値が67ぐらいになるのかな。なんで後手バトンをできるぐらいの素早さになるっていうところで、この腹太鼓バトンを使って、であとはね、ハチマキバレパンハッサムで、まあ、普通に敵を全員投げ倒していくっていうことで、今日はね、もう A 連打するだけです。もう腹太鼓バトンして、もう A 連打するだけ。非常に簡単、単純明快な動画になっているので、このハッサムでランクマッチ暴れていきましょう。お願いします。はい、マッチングしました。イルテさんお願いします。相手のパーティーがテラパゴス、ゴリランダ、キラクロール、ミズオガポン、ハイリュー、ドサイドンか。ハッサム止められるやついないんで、ちょっとやめ、とりあえずニョロボンから入って、で裏ハッサム、これピカチュウいいんじゃねえかな。この3匹でいってみようか。お願いします。はい、お願いします。あ、ドサイドン勝ってくるか。なるほど。いやー、これニョロボンめちゃくちゃ出し勝ってるんですけど、いや、これ普通にアクアフレークで倒した方がいいってもいいんだけど、さすがにちょっとね、ドサイドンもそうは、トンヤが下ろさないテラスとかね、なんかしてくれそうなんで、ここは様子見の腹太鼓いきましょう。はい、ドサイドン引っ込めたー。はい、オーガポン来たー。水、多分あれだ、貯水で。ね、水技受け落としたのかな。はい、腹太鼓よ。しっかりパワー全開になって、あ、ごめん、 HP 奇数だった。ごめん、やべえ、これニョロボン HP 奇数だったからさ、ポポンが発動してHP ミスっちゃってるね。いや、さすがにオーガポン草技きついか。いや、でもね、もうこれね、これハッサム勝利ば、テラスなしでもう全員いけるんで、これテラス行ってバトン行こう。もうここは、このオーガポンの攻撃耐えた瞬間も勝ちなんで、これ。勝ちが確定する。これはね、もう、ニョロボンとかいうね、この腹太鼓の、あ、畑落とす。おお、なるほど。畑をここで打つんだ。さあ、オーボンのみ畑落としても、残念ながらエースはニョロボンじゃないんだよ。これ、ハッサム止められるやついないんで、もう腹太鼓でもう6段階上がれば、もう A 連だよ、こんなの。おっと、テラスを切ってきた。いや、でも、テラス切ったところで別に耐性は、もともと今一つだし、あの時特防だよね、水テラスって。さあ、水オーガポンよ。このでかい仮面。この拳で、破壊させてもらおうか。はい、もう勝ちよ、もう。勝ち確定。あと1分、いいよ、横になりながら見せて。うん。勝ち確定だから、もう。でも今指1本しか動かしてない。ドサイドン来るけど、もう君もテラスないからね。もうさすがのドサイドンの耐久を持ってしても、攻撃6段階、ハチマキバレパンは耐えない。ガチでこれ耐えるやつがいないもん、本当に。お、テラパゴスね。なるほど。いや、確かにテラパゴスはあれか、テラスチェンジで、これあれなんだよな、最初の姿になると、テラスシェルかなんかで、タイプ相性が歪まされてもどうせ倒せると。ありがとうございました。はい、というところでちょっとやってきたんですけど、もうちょっとね、センス画面全然取れなかったんですけど、相手がなんかウーラオスとかね、なんかミライドンとかいるというところで、俺はニョロボンから入ったんですけど、ちょっとね、早速出し負けたといったところで、ちょっとダグトリオンちょっとそこで引くわ。取れてなかった上に出し負けたっていうね。さあ、竜然、ミライドンの竜然食らっちゃった。
これはちょっとダグトリを読まれた形になりましたね。なるほど、流星群を打ってくるか。さあ、こう毒をがっくり下げて、いやー、まあそしたらまあダグトリは自信打っていきたいところであるんですけど、まあ裏にまあなんか地面技受けられる、あ、安定して受けられるポケモンいないんで、こう普通に地震連打でいこうか。おっと、ミライドンテラスってくるか。なるほど。これ、これなんだろう。いや、でももう特攻相手下がってる状態で、氷テラス。これ、ダグトリオの、ま、地面技警戒ってことか、これは。テラバースト、なるほど。普通にノーマルテラバを打てばよかったもののじゃねえのか。さあ、ダグトリオは、いやいや、オッケーオッケー。流星群で、ミライドンの、特攻下げたんで、これ十分やってくれました。そしたら俺は、ニョロボン行っちゃおうか。ニョロボンここぶち込むことによって、ミライドンでもそうか、打ち分けできるってことは電気技が、まあ、ほぼほぼ濃厚なターンなので、まあ、ここちょっとさすがにテラス切って、いや、待て待て待て、これテラス切っちゃうと、これ裏のなんか変な、ね、ボディアタッカーにやられちゃうと思ったけど、いや、これ行くわ。ちょっとテラス、さすがに行かないとね、これまずい気がするわ。テラス払わない子行こうか。さすがにここ電気技をね、ちょっと無償で受けるわけにはいかなくて、まあボルチェン濃厚ではあるけど、ボルチェンしてそう、裏のポケモンに弱点疲れちゃうっていう可能性はあるんだけど、まあ、それでも正直もうテラス行くしかないわ。まあボルチェンだよな。まあしょうがないしょうがない。これは、オッケーオッケーオッケー。まあ、特攻2段階下がってでもね、まあ、この火力出してくるんだけど、これ、ウーラオスがいなければな。あ、ウーラオスいたわ。ウーラオスいた。うん。パラダイコつって、いやー、これ水流連打耐えないかな。いや、一応ね、このニョロも物理ぶっ破してるんで、しかしたら、いやー、どうだろう、これ。うん。いや、ワンチャン耐える。これ、バトンタッチいくわ。おい、来た。そうそう、貯水なんだよね。そう、これがニョロボンの貯水力。そう、炎テラス切った後に水技の危ない、忘れてた。いや、水技やっぱ来るんで、もうそれ貯水でね、もう誰も知らない貯水でしっかり受けて、こうハッサムでね、もうしっかり降臨して、バレパンレンだよ。アクアジェットで切ってくるでしょ、切ってくるしかない。はい、バレットパンチでウーラオスを。まあ、ワンパワーできないか。いや、これ、タスキか、これ。タスキじゃないか。惜しいな。いや、まあまあまあ、でも。アクアジェットで、ハッサムで削られるんですけど。いや、もうこれ、バレパンでさ、もう。こっからお前、どうやって止めんだよ、おい。結局もう、原大子、バトンしてハッサムでバレパン打ってやりんだから。はい、幅紙来ちゃった。で、ブースティングエナジーってことはもうタスキじゃないっていうのはもう確定したんで、はい、もうエーレンだよ、こんなの。ブシューン、幅紙これ10体ぐらい持ってかれたと思う、これ。ちょ、マジでダメ消してみろ、これ。ミライドン来て、これね、ハッサムの、攻撃6段階上昇、いじっぱり、テクニシャンこだわりハチマキで、耐久部品の羽ばたく紙に、830% から 978%。はい、9匹飛びました。はい、そしてミライドンもバレットパンチでありがとうございました。いやー、もう結局ね、もう、腹太鼓積んで、もう殴ってるだけ。炎テラス切れば、なんか勝手に回復させてくれるんで、相手が。あらした。はい、マッチングしました。ジェンヌさんお願いします。相手のパーティーがクロバドレックス、ブリジュラス、あとディンルー、エンテ、ウーラオスのメス。これ珍しいですね。そして、ガラルの、ファイヤーというところで、まあこういうパーティーにも、まあ当然ニョロボンが結構ぶっ刺さっていくんじゃないかなと思いまして、で、裏がハッサムと、で、あとはまあバドレックスいるって考えると、これね、ブタちゃんも結構いいんじゃないかなって思っています。お願いします。はい、お願いします。ブリジュラスから来るか。なるほど。ブリジュラス初手っていうことは、まあ、ステロドラテ型とかね、まあ、非常にあるんですけど、まあ、臆せず、腹太鼓打っていきましょう。基本、エレクトロビームとかじゃない限りは、10万ボルト打たれちった。しかし、しっかりとニョロボンが待機をしていると。さあ、ここから、オンのみで回収からの、腹太鼓を積んでいくと、HP がミリになってしまうと。これまだワンチャンあるかどうか。ラスを切っても10万は耐えない。
ヒューマンは耐えない。はい、10万は耐えない。皆さん、本日の言葉、10万は耐えない。はい、マッチングしました。ロベルト・ローズさんお願いします。サイドバディはクロバドレックス、ランドロス、オーロンゲ、ウーラオス、ワダちゃんとミナモちゃんね、というところで、もう黙ってもうニョロボンから入っていけばいいんで、こういうバディも。で、ウラハッサムと、まあ、バドレックスいるんなら、これ、ブタちゃんもありかなと。うん、ブタちゃん行くか。いや、ちょっと違うな。いや、ブタちゃんだな。これで行こう。お願いします。お願いします。みなもちゃんから来ましたか。なるほど。さあ、女房のレッティングゴーしてって、みなもちゃんスタートは何を読んできたんでしょうかね。さあ、果たして何でしょうといったところで、まあ、みなもは何してくれるかっていうところはあるんですけど、もうこれね、いや、正味もうテラス行くか、これ。うん。テラス行くわ。しょっぱなからテラス。で、腹太鼓行くわ。いや、みなもがね、何してくるかわかんないんだけど、これ1ターン目にテラスを切ることによって、2ターン目に、これ言うこと、言う、あのね、もうかなり、効き目がね、刺さっていくんで、さあ、ここしっかりとテラスタル炎を切っていきましょう。アイクイックターン貯水もう、ニョロモンの貯水ね、もうみんな知らなさすぎるわ。うん。さすがにパワー全開いって、ちょっとね、これクイックターンっていうことは、ちょっとこれ匂いますね。うん。非常に匂うわ。さすがにこれこだわりで裏引いてくるんじゃないかなと思うんですけど、でも俺はバトンタッチを選択していく。あくまでニョロボンはバトンまでの、つなぎでウーラオスがねもう来るんで、そうアクアブレイクとかね普通に受けに来るんで、それしっかりバトンタッチで引き継いでいきまして、水に錆びない鋼鉄見せてやろう。バルトパンチ。さあバルパン入って、これはあ突破したちょタイプ相性とかもそういう関係ないんで、うん、ウーラオスで物理耐久かなり高い方だからね。はい、ミナモちゃん来たけど、まあどうせこいつこだわりでしょ。はい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 、バレットパンチ。おいおい、誰なら止められんだよ。止めてみろよ。さあ、バドレックスが最後降臨してきて。まだあかんねん。バドレックスがね、なんかタイプ相性を歪める、こう、テラスとかしてくる可能性がありますからね。2分で終わったわ。あたした。はい、マッチングしました。ヘコサンマさんお願いします。相手のパーティーが、ネクロズマか。で、ラティオス、鉄の輪立ち？なんだっけ？砂の毛皮、エルフーン、ジャローダからのガチグマというところで、そうだ、いや、これね、ハッサムのバレパンが一番上のポケモンに刺さんないんですよ。これ、なんだっけ？ネクロズマか。なんで、ちょっとネクロズマ初手とかも警戒していきつつ、これちょっと鳳凰から入ってみようか。で、ニョロモン行って、ハッサムね、3ミリ。お願いします。はい、お願いします。毛皮スターティングか。なるほど。砂の毛皮からであれば、もうこいつがブースティングエナジー持ってることによって素早さは上を取られていくと。毛皮ぐらいいいでしょう。うん、まあ、そんなに素早く振ってなかったら最速スカコーン抜けないんで、ここ自信いきましょう。ステローシガリと巻いてくるか。しかも上からって感じね。はいはいはい。そしたら自信重く打ってって、いい耐久だ。あれ、なんかほぼなんか火力低くない？こんなもんだっけ。あ、ごめん、ちょっと性格見捨てたわ、ごめん。いや、性格ちょっと終わってる性格になっちゃってる。最速陽気じゃなくて最速臆病になっちゃった。ちょっとさっきから HP だったりね、なんだったりが非常に雑なんですけど、まあ一応ここ自信打っていきましょう。放電、まあこれは特殊耐久方の定評があるので、しっかり耐えてからの地震で砂の毛が取っていくと。オッケーオッケーオッケー。あ、スカーフバレもおそらくまだしてないので、これ地震連打で、もう全然いいでしょうと。さあ、エルフーンが来てしまった。こいつはちょっとめんどくさいが、ただ頬がね、これステロ巻かれた以上もう裏引いた瞬間終わっちゃうんですよね。HP いかれて、まあ、そうなってくると、まあ、ダブルウィング、聖なる炎行きたいところであるものをエルフン来たってことは、さすがにこれスカーフバレてる。そんなはずはないんだけどな。まあ、自信打とうか。
なるほど、光の壁を打ってくる余裕があるんだ。ってことはこいつタスキ臭いね。こんな感じがするわ。タスキ壁張りって感じか。そしたら俺ここでニョロボンに変えてもいいんだよな。いやーでもさすがにか。いやさすがにこれ自信ねえんだな。うん、アンツコール、オッケーオッケー。いやこのアンツコール持ってるからさ、ニョロボンにうまく引けないんだよね。さあ自信をここは連打する形になったが、まあここでアンコール打ってくるってことはスカフまだバレてないね。そしたらまあここは当然自信を連打していく。置き土産されちまった。これはちょっと待てよ。これはまあこっから あれでしょ、ネクロズマ来るでしょ。いやーでネクロズマ来たらきついな。これ火力ぶち下がってて、いやこいつなんか弱点保険とか持ってそうな気がするので、まあそのまま龍舞とか積んでくるでしょ。いやこれね、頬を切るわ。これニョロモンに引いて、で頬もこれあのステロでもう死んじゃうんだけど、それよりもね、ニョロボンでやるべきことがあるんだよ。さあ、ニョロボン行くぞ。で、岩食い込み侍からの、まあ、当然、龍舞だよね。で、ま、さすがに、裏になんかね、そう、厚底の、あの、方とかいたらまずいかなって思うから、相手もう一発、龍舞積んでくるんですよ。そこを、アンツコールしていくんですよ。はい、龍舞来た。いや、これがニョロボンなんですよね、皆さん。しっかりここでアンコール打って、龍舞でこれ縛らせますと。そしたら相手は、こっから3ターンで、アンコール状態で龍舞しか使えないので、もうリフレクターもないですと。もうそうなったら腹大子よ。さあ、懲りずに龍舞か、おい。さあ、こっから腹大子をニョロボンがっちりと積んでって、お盆の身でしっかりと回収もしていくと。あと2ターンでしょ。だからここで俺は当然バトンタッチを打っていく。はい、龍舞しか打てないね、ネクロズマくん。君何、禁電で鋼タイプ、並大抵の物理技は耐えると思ってないか。これが俺の切り札だ、ハッサム。君の鋼鉄とこちらの鋼鉄パンチ、どちらが強いかお手並み拝見といこうか。バルトパンチ。おっと、相手手のスキル。さあ、これはでも、まあ、もう、当倍になったら、ああ、炎テラスね。なるほど。あれか、アクアドとか警戒してきた感じかな。で、一発耐えればまだ、龍舞でワンチャンって思ってないかな。残念ながら、目には目を、鋼には鋼を。ああ、この攻撃力フルマックス。バレットパンチを食らいなさい。お前は鋼を捨てた。その瞬間、俺の勝ちだ。さあ、お盆の実で回復？お、なんだこれは。何の実だ？悪鬼の実で棒をかけた。さあ、なるほどな。さあ、そして龍舞を最後にがっつりと待っていったところで、お前は鋼ではなく炎タイプを選んだんだ。鋼最強の座は、ハッサムに譲ったと、そう捉えてもいいのかな。バレットパンチだ。鋼の硬さは石の硬さ。対戦ありがとうございました。もう決まった瞬間勝ち。